皆さんこんにちは。政策企画研究所プロジェクトオリーブ株式会社トライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまで言うかの時間がやってまいりました。え昨日結構ねショッキングなね香港のですね国家安全法っていうねまあ、勝手なあの法律を まあ中国の方がまあご了承しをしたということで、皆さんにお伝えしたわけなんですけど、無力感とともに、じゃあ何を日本人としてね、じゃあ自分はどうするのかと、昨日あの皆さんにちょっとお伝えしたように、何かの行動は止めないと、あの私はえお伝えしました。今日はですね、 政策企画研究所としてですね、事業内容というかね、ちょっとあの皆さんにちょっとご紹介をしておきたい内容がまず2点あります、えー。プロジェクトリーブのね、私の政治団体の中にはですね、まず拉致被害者の、まあ、救出の、まあ、活動、署名活動だったり、それからあ憲法改正、そして、えー、自衛隊、台湾政策、 この中にはですねウイグルだったり中国共産党にねやはりあの弾圧抑圧されている、まあ、周辺国東トルキスタン、ウイグル今回の香港そしてまあチベットそれから南モンゴルとかそういうあの近隣諸国のですねサポートをねあのしていこうというまああの中で台湾支部というものを今置いています。こういう 柱をですね、えー、持っている政治団体ですですから様々なアプローチをねしていってるというところなんですけれども、えー、スクー会のですね埼玉の、えー、方からあのー、ちょっとね要請がありまして、えー、日本国内にはですね朝鮮総連というものがありますでねこういう話になるともうまさに桜井誠ね候補とですね えまあ同じ路線行ってんじゃないのかっていうねところなんですけど結局本当の保守の人たちはどういうところにアプローチをしてあのどういう活動をするかというと結局行,行き着く先っていうのはもともと朝鮮総連だったり朝鮮学校っていうのが日本国内にあること自体が 私の中には非常にその腑に腑落ちないだって朝鮮学校っていうのはあの桜井さんはね朝鮮朝鮮っていうふうに言われてますけど、まあ、私は北朝鮮と韓国というふうにあの名称をね、まあ、南と北でね分けて故称で使ってるんですけれども朝鮮総連っていうのはこれは親玉というのはこれ北朝鮮ですよね。 北朝鮮と日本っていうのはまず国交がないと。台湾とも国交ないんですけど。その国交がない中で、まずその日本という国の領土の中に、その北朝鮮のですね、支配下にある朝鮮総連というものがあること自体が、私の中ではですね、非常に解せないっていう、そういうあの存在感でしたね。 そして、朝鮮学校というのは、中で何やってるかって言ったら、いわゆる、キム・ウィルソン、キム・ジョン・イル、ああいう人たちのですね、肖像画が掲げられていて、中でやってることっていうのは、あの人たちをたたえまつるという、そういう教育をしてるわけじゃないですか。それ自体、もうさらに、下せないんですよ。ここは日本ですから、 日本の領土に、その朝鮮総連が、まず私の中では、あること自体。それから、朝鮮学校があること自体。そこはもう、いいも悪いもない、消せないんですね。で、置いて欲しければ、やっぱり次の一言が出るんですよ。あの、盗んだ拉致被害者は戻してからにしてくれよって。そう、思いません皆さん。 で、スクーカイ埼玉の方からのですね、要請が、今回、私のそのプロジェクトリーブにあったのは、えー、去年の10月からですね、幼児教育とまあ保育に関する無償化っていうものをね、文科省が、あの、去年10月から、まあ、スタートを切ってます。で、まあ、それはすごくいいことなんですが、その幼稚園という認可、規定外の類似したその施設に対しても、 保証しますよっていうなので補償してもらいたかったらじゃあ募集しますからみたいなまあ非常にね裕福な国だなっていうその政策に関してもねも,もっと他に当てる場所ってあるだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、この幼稚園類似施設というところに対してですね横浜市やそれから川崎市がですねその朝鮮学校の中には 幼稚園っていうくくりの、まあ、幼稚部、幼稚班ですね。正式なこれ幼稚園ではありません。その、朝鮮幼稚園に対しても、その、そういう無償化の、あの、要請をしているそうなんですよ。そんな補助とか支援の必要があると思いますかありませんよ。そんなもん、将軍様から金もらえやっちゅう話ですよね。 で、それに対しては、日本がわざわざ、しかも私たちの税金で、あの、北朝鮮の、まあ、二世三世の子供たちの、うん、あの、保育の費用を無償化にしたりとか、っていうのはですね、やっぱ、腑に落ちないんですよ。で、よく言うじゃないですか、二世三世のね、このちっちゃい子供たちにはね、罪はありませんって言うんですけど、いや、そういう話じゃなくて、北朝鮮という国家そのものが、 たくさんの一千人近い日本人を要するに不当に誘拐拉致してるっていう犯罪を結局犯してるわけですからこれ逆だったらどう、どうですかこれもしですよ日本がね北朝鮮とか韓国の人たちをその一千人とか例えばその拉致してそれで向こうから返してくれって言ってもあのそれはもうすでに終わった話だとかって言ってね日本がしら切ってその挙句の果てに 日本政府がですよ、北朝鮮のあの、平壌のあたりに、日本人学校ちょっとそこにあの、設置してくれっていうふうに言ったら、どうなると思いますふざけんじゃねえよって話になりますよね。拉致した人間、返してからにしろよみたいな。爆弾飛んできますよ、ミサイルがで。逆を考えたら絶対ありえないのに、日本っていうのはなんでこんなに、お人よしなんでしょう。で、これに対して、そのような、支援をね、対象としないと。 いう要望書を文科省に陳情するという、その内容に賛同する、えー、政治団体として、あの私の,そのプロジェクトオリーブに、まあ、あの要請がかかりました。理事さんたちと協議をしまして、まあ、これは,やはり言っていかなければいけない日本人として、はい、支援の対象ではないということで、要望書の中に、えー、オリーブの、えー、名前をですね、えー、正式に、まあ、あの記載をしようと。 いうふうな、えー、運びに今なっています文科省がねどういうふうに結論を出すのかっていうところはまああのー、こちらも見ものではあるんですけれどもこんなもん支援の対象になってるのああそうですかっていうわけにはいかないですよ返せ拉致被害者をってそれだけですでねこういうねやっぱりね毅然としたねやっぱり態度をね日本人やっぱ取らなきゃというのがすごくあります たたっここれだけけのことなんですけどね良くないんじゃないって思っているんだけど何もしないっていうことはね私自身のそれは信念から外れるものですので桜井誠候補の、ね、ような、えー、あのようなねこうパワフルな、えー、ことは今そこまではできないですけどもでも徐々に、えー、彼と同じような行動をね起こすことができたらなというふうに思っています。 そして、えー、あともう一つですけれども、えー、実はですね、7月の12日にですね、東京都の代々木公園で、えー、ウイグルの方と、それから、えー、在日のですね、えー、香港の方たちと一緒にデモを行います。38条で、台湾独立じゃのっていうようなフラッグをパラパラすると、あの、処罰の対象になるってね、なんか、 書いててありましたけけどふざけんじゃねえよってあの内政干渉するなってねそれこそ痛いあの話ですよ今日見桁になっちゃいましたねコロナウイルスの陽性反応というね、えー、今後ねちょっと東京がまたちょっとね危険な、ねえー、数を、ね、出していくのはちょっとねやばいなとで今後ねいろんなそのデモとかそういう街頭でね行う活動というのが やはりリモートとかねそういう形でないとやっぱりあのやっていけないもう今年は1年そんな感じになるのかなというところで、まあ、私の制作企画研究所のそのプロジェクトリーブもですね、えー、ちょっとね今年は該当のですね活動というのはあなるだけ今控えるようにというふうに、えー、事業計画としてはしています、えー、今日はですね、えー、主に、えー、2点テーマですね 朝鮮学校の中にある幼稚園のですね支援を対象外とする要望書それから7月の12日のウイグル香港のデモというところで皆様にご紹介いたしましたもしね私のこの YouTube をねご覧いただいている方で都内とか、まあ、近辺にいらっしゃる方デモに参加できるよっていう方はですねどうか 参加していいたただけたらなと思いますこの日はですねできれば、えー、また YouTube で配信できるような、まあ、生ライブもしくはですね、えー、収録はあの必ずしようと思っていますでは、えー、体調をね崩さないように、えー、お互い頑張ってまいりましょうではまたお会いしましょう